オシンニキ市電は、ロシア連邦の都市、オシンニキ市内を走る路面電車である。ケメロボ州に属するロシア中部の都市、オシンニキの路面電車路線。1957年に建設が始まり、1960年10月28日に開通した。2019年現在は、本線都市線の、計1 6 9トルの路線網を有しており、 ユズナヤ電帝を起点に、ロシア鉄道と接続する、駅前電停へ向かう、第3系統と RMZ 電停へ向かう、第4系統に加えて、駅前電停と RMZ 電停を結ぶ、第1系統の、計3系統が設定されている。通常時の運転間隔は15分、ラッシュ時には12から13分で、5時30分6時に、始発列車が出発し、22時台に、 最終列車が終着駅に到着するダイヤが組まれている。2019年5月時点で合計14両の電車が在籍しており、形式の内訳は以下の通りである。通常運転には最大5両が使用されている。このうち RVZ-6 はソビエト連邦時代に各地の都市へ向けて大量生産された形式で、おしに騎士電は RVZ-6 が営業運転に使用され続けている希少な路線となっている。一方、同年以降は超低床電車導入に伴い余剰となったモスクワ市電の KTM-19 の譲渡が行われ、老朽化した在籍車両の置き換えが実施されることになっている。ありがとうございます。